はい、始まってます。遊楽にやってきました。イエーイ。美味しそうなオムライス、オムライスを食べに行きたいと思います。イエーイ。私たちはこのとろーり卵のオムライス、うん、かわいい、超かわいい、ビジュアルが爆発している、うん、写真みたいなのに、ね、マジで卵とケチャップのさ、ね、いい香りすぎ。この間さ、あのコメント欄にあのモンブランよりゆずはちゃんが見たいっていうコメントがあったのでちょっとオムライスはちょっと半分かけてせーの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 初めて初めていただきますいただきます。喫茶店のオムライスだわ。うん、うまっ。おいしょ、やばこれ、めちゃくちゃおいしい。あ、ちょっとゴミ飛んでちょっと。これさ、酸っぱい系ケチャップが最高なんだけど、うん、うん、ケチャップかかってないとこもちゃんとおいしくなってる。うん、おいしい。うん、久しぶりに苦手なグリーンピース食べた。え、苦手なの？うん、グリーンピース苦手。美味しいね。嫌だったら入れていいよ。思いのほかペロリでびっくりだけど。全然ペロリだよね。もう半分くらい。やば。悲しい。わかめスープ。だ。優しい。あ、セットにしてよかった。わかめでスープでセットにしてよかった。そんな染みてる人初めて見た。セットじゃないとこれ飲めなかったんだよ。セットにしてよかった。こういうことだよね、セットってね。うん、美味しかった。美味しかった。ごまの香りが最高。美味しかった。ありがとう。結構ジャクソありがとう。いつもリサーチありがとう。いつもありがとう。ごちそうさまでした。プーマでした。蔵前までお散歩します。なんかめっちゃ色合いいい感じだけど。色合いい感じだ。そんな下から撮る。うん下からでいいんだ。なんか街並みが綺麗。イエーイ。浅草橋から蔵前までどんぐらい？18分ぐらい。え、近っ。多分全然1時間ぐらい歩きたい。かわいい。くるたんです。ちょっと前からか。くるです。赤髪のくるシャンクスみたいな。なんか革のお店とかビーズのお店とかいろいろあったね。なんかブラブラお散歩しております。こんな感じ。イエーイイエーイ。本当だ。多分カメラじゃ伝わらない。これこれこれ超かわいい。クルタンと遊ぶとこうやってひたすらいろんなかわいいものを見つけてそこに向かって歩くっていう遊びをしていつも楽しんでいます。もう本当に毎回楽しいの。楽しいを見つける天才なの彼女は。あ、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。ここのやっぱブルー、かわいい。かわいいよね、うん、カフェ。あ、キモリ楽しく描く人。おしゃれ。なんか万年筆とかが売ってる。インクスタンドだって。ちょっとインクだって。入ってみよう、ここ。見て見て。お揃いでペンを購入しました。めっちゃ良かった。なんかペン、万年筆とか、ボールペンとか、レザーのやつとかいろいろあって、試し書きしたらこんな真っ青になっちゃった。やっちゃったよね。やっちゃった。え、最高だったね。最高だったね。これで2本も買っちゃったし。
可愛いし、お揃い、ま、同じ色違い。全く。私はブルーブラックみたいな。0.5 のね。0.5 のブルーブラックのなんだっけ、ジェル。ゲルゲル。ゲル。クルがゲルのボールペンが描きやすいんだよって教えてくれたから。ゲルが好きなの。ゲル試しに描いたら、めちゃくちゃいいってなって。ゲルいいのよ。ゲルを買いました。ね、え、このさ、白い方は白い方のボールペン。オイルだった、この多分。あ、オイル。私がブルーブラックで、クルタはパープル。違うよ。え、パープルじゃないの？ミステリアスブラックだよ。あ、全部一応ブラックなんだ。私はね。ミステリアスブラック。あ、ナイトブラック、私。パープル、本当パープルブラック。本当はパープルブラック。過去ブルーブラック。イエーイ。イエーイ。大満足。満足。これがさ、散歩のさ、楽しさだよね。だよね。このさ、見つけちゃったっていうね。SNS で見つけたお店とかじゃないんで、歩いててたまたま見つけたインクショップで、こうやって楽しいね。最高のものをゲットできるっていう。楽しいね、うん、みんな移動歩いた方がいいよ。いや、本当ね、徒歩って楽しいよね。徒歩って楽しい。とりあえずね、蔵前、最終地点蔵前のカフェに行きたいんですよ。 それでは、カフェに飛びます。飛びましょう。伝わるかな、この可愛さ。到着しました。あ、これカヌレじゃん。これを食べに来ました。おしゃれ。ちょっとすごすぎるんだけど、なんか素敵な場所に来ちゃったね。迷い込んじゃったね。思ってたのと違う。なんかもっと素朴系とか。わかるわかる。ね、こんなに上品な場所だ。こっち側だ。見てよ。アフタヌーンティーすぎる。おしゃれすぎる。どれにしよう。カヌレ食べに来たのにカヌレより大きいのがいっぱいある。ね、どれにしよう。私いちごにしようかな。早っ。いちご好きなんだよ。でもさ、あるグレーのティラミスもさ、めっちゃ美味しそう。ね、お酒使用してますなってさ、お酒も。これにする。ねえ、待って、ちょっとこれ見てください。焼きリンゴとミルクティーバター塩クラフスとクロスト、クラスト見てください、これ、うんうん、美味しいかける100のやつ。やば、めっちゃ美味しそう。見えてる、落ちてなくない、これ先生。落ちてない、ごめん、目で見てた。このなんかついてくる素敵な絵、見てこれ。ソフトドリンクコーヒー、私がやってます。あ、いいねいいねいいね。エンドロール方式だ、逆エンドロール。めちゃくちゃ可愛い美女が。チクルタン。で、やばい、焼きリンゴ。すごいシナモンのいい香りがする。可愛い。では、いただきます。おしゃかぬ。おしゃかぬで。何バターだっけ？キャラメルバター。キャラメルバター。これ本当かじるで合ってるから。わかんない。切る。叩かれたりする。行ってみようかな。上品に食べてみる。でもさ、そういうナイフとフォークじゃないよね。うん。絶対違うよね。かじっていいよね。かじっていいと思う。間違ってたらごめんなさい。かじります。うまいね。うん、美味しいね。で、店員さんにさ、これどうやって食べるのが正解聞いてみる。聞いてみる。そんなこと聞く客いないだろうね。ちょうど配られる。イチゴのセミルフィーユ絶対美味しくない。絶対美味しい。もうだって完成してんじゃん。美味しい。キャラメ
ルの香りする。焼きリンゴ、うん、美味しそうだね。絶対美味しい、うん、いただきます。おいしい。うん、やば、うん、カスタードクリームだけちょぴっと、カスタードクリームだけちょぴっと、カスタードクリームだけでいいってば、せっかくのアマを食べなよ。なんで？じゃあもうリンゴいらない私。あ、じゃあ食べる。だよね。あんま食べたくない的な、自分だけ痩せようとしてる。違う、最低なんだけど。美味しいに食べさせたいわけ。食べさせてもらっても美味しくない。一緒に食べるかな、美味しいわけ。わかる、うん、カヌレはちょっと無理、硬すぎた、うん、うん、マジで美味しい。カヌレは、うん、フォークやナイフで切り分け、ずらく、少し硬い表面です。そのため親指を使ってカヌレ中心部の溝から手で切り分けて食べます。手でちぎって食べるんだ。あ、一口サイズに。なるほどね。ちぎって食べるらしい。すいませんでした。そうなんだ、うん。あ、こういうことだ。あ、確かに。できた。ごめんなさい。叩かないでください。今日知ったね、うん。うん。そうなんだ。食べやすい。あ、自宅などカジュアルな場であればそのままかじりついてもらって。ここはダメだ。こうやって。ほらほらほら。はい。はい、そうやって食べればよかった。これ取り直そうかな。はい、もうワンプレート頼む。一から初めまして感出して、もう私カヌレを知ってますよみたいな。うん、美味しいね。幸せだね。うん、うん、これ何にピンと合ってボケてんだろう。アップルパイ以外でさ、うん、焼きリンゴ初めて食べたけどめっちゃ美味しいね、うん、片手でね、うん、かわいい。ボケてる。おフォーク、やっぱボケてる。フォークにピント、そういうこと。しちゃってるじゃん。やめたいです。あのね、音楽も相まってすごい暖かいし、うん、ふわふわしてくるよね。そうなの、なんかお酒の方が、ね、充電切れそう。では充電切れそうだから終わる。楽しかったね今日ね。ありがとう、見てくれて。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバーイ。